北朝鮮がピョンチャンオリンピックに派遣する芸術団の先発隊がまもなく韓国入りします明日到着予定の本隊は客船マンギョンボン号で訪韓することになりました芸術団の滞在先となるホテルから中継ですはい、えー、こちらはピョンチャンの北車で1時間ほどあるです、ね、インジェというところにある、えー、リゾート施設になります はい、先ほどからですね施設の中警備員の方が増え始めまして、えー、準備を進めているといったそんな状況です、えー、芸術団はこの後昼過ぎ午後2時ごろにです、ね、到着するのではないかというふうに、えー、言われています、えー、今日こちらに到着するのはサム・ジヨン管弦楽団の先発隊23人です公演を準備する技術担当者などで構成され楽器などを持ち込むということですただこの先発隊に ヒョン・ソン・ウォル団長は入っていません。えー、先ほど、韓国統一省がヒョン団長ら本体は明日、マンギョン・ボン号で入ると発表しました。宿泊もマンギョン・ボン号でするということで、こちらに到着する先発隊もそちらに移動する可能性もあります。ホテルに到着した先発隊は、8日に公演するカンヌンアートセンターに向かい、早速準備を進めることにしています。